アセンションドライバーズオンザソング。それではさ、はい、1年目から飛び出してきたのはガッカリのところからですね、マッカ選手とアラス選手、そして続くのはライアン選手。トップのマッカ選手が先行してアラス選手が多くなった。マッカ選手のすぐ後ろにはライアン選手が止まってきている。さあ、トップ3が少し抜け出した感じですね。4番目に上がってきたのはサンプル選手、トップはラッチ・ドッセ選手、マックラ・ナオコ選手、そして少し下がった方でライナー選手。さあ、ラッチ選手、マックラ選手は16秒台、ライナー選手もこの中では16秒台。さあ、マックラ選手がラッチ選手の後ろにつけてプレッシャーをかけます。しかし、ベテランラッチ選手もそうは簡単には引かないでしょう。さあ、ベルトップを持っていきます。4あと1つ取り分けて様子を伺っているのがライアン選手。トップルーツはホームストレートからバックコーナー、そして逆バックスキップを抜けてテールトップトップスコアをマッカ選手が最終的にしたバックスの後ろにヒット。さあ、今度は変わってライアン選手がアラス選手の真後ろにつけていきます。さあ、トップの2台は現在バックストレートに向かいます。バックストレートを抜けていくアラス選手、ライナー選手に殴り出した新アラース亡くなることに、ライナーバーオリンの監督ナオコマックスはスウェーデン指導、スウェーデン指導。さあ、残り時間3分でアラス選手が依然とすごく動く。ライアン選手もこの差を決めていきます。ベストラップ16秒4分とライアンとバラ選手。さあ、マッカ選手も16秒台を連発して前の差を止めてくる。さあ、ラッチ選手が逃げる、ライアン選手がぴったりつける。さあ、トップの前でこの中央ですね、ラッチ選手、ライアン選手。さあ、プレッシャーをライアン選手が前に出た。このクラッシュの感じのマッカ選手奪っていくぞ。さあ、今度はマッカ選手が再びライアンの背後に来て残る時間が間もなく2分になります。全然違う、全然違う。さあ、背後につけたマッカ選手がコースを上がるようにボールを持って、さあ、さあ、ギリギリの撃退を取る車の手動を乱しながらのトップラップの段階。もっと待って、シャイン前で一旦飛び込んで、そこで完璧に行った。綺麗な抜き方を受けました。マッカ選手がいいね。これトップになったら残り時間が1分30秒。ワナナハズミですよ、ワナナハズミですよ。さあ、マッカ選手です。リーダーに勝ったのはマッカ選手、ライアンでしょう。ラインを変えて鮮やかに抜いていきました。そして持ち前のスピードを満たしているマッカ選手、16秒17。さあ、マッカ選手は横の通りにアメリカが自分の中にぶっ込んでいるのか、またしても16秒1。さあ、テーブルトップから2コーナー、このスピードにはストライヤーもつけていけないか。じゃあ、バックストレート、あ、マッカ選手は16秒前半で1分飛ばしていきます。さあ、決まってライアン選手の差はここで 1.5 秒差。さあ、ここで速さを見せているマッカ選手、2番手ライアン選手がちょっと中途半端に出してしまったが、アダス選手選手は3番手、そしてようやく1番手4番手でポイントが出てきた。残り時間が20秒。マッカ選手はこのまま、流していっても大丈夫なんじゃないのか。
して7秒差まで広げました。残り時間10秒。これで第7レース松田選手が見事な見方を打ってスピードで圧倒。今松田選手がトップでゴール。いやー、松田選手に勝ちたところを受けます。はい、レースこれですね、これです。レースパー、レースパー。